ハロー YouTube。 ハロー YouTube。 先に言って何今日の話は一番変で始まりました。よっザッ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 。この間なんか、はい、会社買うっていうか、まあ、材料だな、まあ、あれ、はい、話進むんだと思うんだけど、はい、な話が結構好評で勉強になるからもっと取ってほしいっていう風で、ちょっと今日面白い話したいなと思って、個人事業、まあ、一般の人でも全然勉強になるなと思うんですけど、はい、まあお前がね、まあ、動いて、はい、若干何歳？僕は23歳です。ザス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 違うザス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 全然、それ感じたよね。踊り下手なのバレバレバレで可愛いとか言って踊り下手なの結構コメント俺結構コメント本当皆さん見てるんで、あのセミナー動画結構お願いしますって言ったら結構書いてくれるの、はい、再生伸びんじゃん、はい、の代わりコメントは結構入ってくるんで、まあ、やっぱり嬉しいよな。嬉しいですね。いいコメント入ってくる。面白かったよとかありがとうとかだけでも、はい、また撮ろうかなってなります、ね、で、まあ、はい、本当にこの間3000万のね、まあ、実際には足場材買うでもうちょっと、はい、まあ、あんまり詳細言うとそこの会社も分かっちゃうので、まあ、そうですね、あれですけど、まあ、ちょっとなんかね、面白い話がまた足場商品としてあるっていうことで、はい、で、まあ、一番平米のまあ足場がまあ決まりましたって言うんですけど、もともとそれが来たのが別にその知り合いとかそういうのじゃないんですよ、うん、YouTube を見て、うん、まあ、最初は話だったんですけど、うんうん、ちょっとまあ喋っとる感じでなんか、うん、まあ、ぜひはちょっとお願いしたい、お願いしたいじゃないんですけど、はい、うん、なんかまあ見積もりをしてほしいと、うん、まあ、1万平米なんで何社も取っとるんですよね、うん、やっぱ相手は うちだけじゃないわけだ。うちだけじゃないです、うん、はい、ただうちはなんで来たって言ったら、その YouTube を見て、あ、すごい、こんななんか明るいなんか足早さんたちいるんだみたいな。安全帯使ってない？安全帯は使ってますね。そのいや、戸建てはもう正直まあ結構コメント来るんで言いますけど、戸建ては正直別に使ってないです。うん、まあ、やっぱり、まあ、うちはね、民間ね、はい、使ってないより使えないんでしょ。使えないっすよ、ね、戸建てなんか。どうやって、じゃあ上上がった時にどうやって使うの？上がらないよね。はい、ゼネコンの新築やってるみたいな。ゼネコンの新築もやってます。まあ、安全帯使う。全部使います。使わない。はい、だって一応外部の仕事はやってます、本当に。はい、うん、まあ、外部の仕事はやります。やっぱ、まあ、それなりにやっぱその、まあ、単価だけの話じゃないですけど、うん、まあ、それを使って、まあ、安全が大事だね、どこまで言っても、はい、はい、ね、安全が大事だね、まあ、その外部の仕事は使っとるんですけど、うん、ただまあその、まあ、YouTube を見て、うん、いいよ、続けて続けづらい。まあ、YouTube を見て、うん、まあその、まあ、すごい明るい会社だと、うんうん、で、一回まあ喋ってみたいで、いや、そこの安全のことをちょっともうちょっと言うと、そこは質問があったんだから、それ聞いてるんだから。あ、そうですね。あ、うん、安全のことですか。まあ、ちゃんとあのこういう物件やってる。なんで、こういうとことか、うち、まあ、社名は出せんけど、こういうとこと、はい、こういうところの仕事はしてますよって言ったら、あ、まあ、じゃあそれだったら安心だねって言って、そうですね。まあ、じゃあ安全帯しっかり、あ、そうです、一発対処だと思います。なんで、パッて、まあ、動画だけ見ると、やっぱり、うん、その安全帯してないとか、まあ、絶対大型向きじゃないとみんな思うんですよ。うん、だけど、まあ、僕ら今やっとる工事とかもあるんで、うん、まあ、その、どこどこやってますよ、公共工事やってますよとか、うん、まあ、ゼネコンでもこういうとこ入ってますよとか言ったら、うん、すごい、まあ、安心してくれて、うん、まあ、実際に、まあ、その写真とかも僕らも施工写真とかも撮ってるんで、うん、まあ、そういうのを見して、あれしたら、まあ、うん、結構なんか、気が合うじゃないですけど、うん、まあ、すごい、まあ、いい方で、まあ、僕も喋って、うん、まあ、見積もり出させてもらって、うん、まあ、見積もりも一発目は出したの、とりあえず一発目出したんです。まあ、そこからの、うん、やっぱ、まあ、そこからじゃないですか、うん、そのまあ見積もり出して、うん、まあ、そこからまあネットのまあ金額もあるんで、うん、まあ、ネットまでは正直まあ僕も伝えてないんですよ、まあ、金額出して、うん、まあ、ここからこんだけ下がりますよとかっていうのは、うんうんうん、やっぱまあそこは駆け引きなんで、まあ、一番平米だと、まあ、多分値段とか言うとまたちょっと揉めちゃうもんであれだけど、まあ、はい、まあ、大体1000円、まあ、1000円から、まあ平米1000円から、まあ、使用にもよるけど、まあ、使用にもよるけど、1500円とか、ね、それぐらいになってきます。ああいう細かいものが、まあ、別の時もあれば、まあ、込みの時もあるし、まあ、これは込みだよーっていうのがあるもんで、まあ、単純に1万平米って言ったら、まあ、まあ、1000万は超えます、ね。1000万は超えていくなーってことや、ね、はい、超えていきます、超えていきます。どれだそうや、何を今の態度、トロブ稼いでくれやあら、1000万くらいだ、まあ、ルビタイトンでもないやると思っとったらな。あ、間違えたぞー。1000万じゃないよー。いこれもっとね、まあ、まあ、ハゲよりはいいだろう。でもなんなら僕それで TikTok 撮りましたから、最近ちょっとインスタで可愛い子が欲しくてね、あ、髪の毛見せたくないな。髪の毛がねえことはバレたくない。バレたくない。これバレたくない。これがバレたくないです。可愛い子が今、女の子が欲しくてフォローしてくる。で、まあまあ最終的に決めてないんで、うん、まあ1000から1000万ぐらいか、はい、うん、まあそこはまだうん、まあ決まりましたって言ったんですけど、うん、まだちょっとまあ微妙なところですよね。まあまあそういうことだよね。はい、まあ、まあ分からん、まだ分からんですね、正直、うん、ただまあでもまあ喋っとる感じとかだとまあすごい良くて、うん、うん、
まあ本当になんか僕今回その思ったのが、まあ戸建てとかでも来るんですよ、本当 YouTube やってて、うん、その多分来るな、結構来ます、結構来ます、うん、みんなも YouTube やってる人なんたちは結構来てんじゃん、多分結構来ると思います、やっぱなんかすごい安心するじゃないですか、その人も一番言っとったのが、うん、その全職人が出とるじゃないですか、僕らって、うん、すごい安心する、あ、こういう全部出てないでしょ、あ、でも足場は結構出てるか、もう全員出てます、多分昔の動画も合わせると、あー、その1回2回しか出てないの、あ、出てない子もいるんですけど、うん、で、まあその、まあ僕も営業行くときによく言われるのが、うん、まあその職人って怖いと、うん、で、まあ入れ墨とかなんかそういう、まあ入って、まあ入れ墨とか出したりとか、まあそういうね、職人がいるんで、まあそういう人たちは、まあできるだけもう来てほしくないと言ってたんですよ、入れ墨とかで感じること、はい、もううちもダメじゃないですか、うん、うちもダメじゃないですか、で、ダメじゃないですか、あ、まあダメじゃない、まあ別に、まあうちはこういう会社だよって、まあそうです、そうです、やっぱそういう変な人たちが来るかもしれんもんで、うん、まあ正直最初のところって頼みづらいって言うんですよ、あー、新規でこんな大きい物件があって、そうです、そうです、あー、いきなり飛び込みで、はい、で、戸建てでも、まあ、嫌だって言われるんです僕、ただまあその、まあ、うちの武器としたら、まあ、YouTube やってるんで、うん、まあ、ぜひ YouTube 見てくださいと、結構来るでね、結構来ます、うんうん、で、そうすると、うん、なんかすごいなんか安心したじゃないですけど、うん、そこでなんか連絡もらえるようになるんですよ、うん、そのお客さんから、うん、なんでまあこう今僕がまあ逆に言ったらまあ YouTube ってまあ武器を使ってますけど、うん、リーサルウェポンですね、リーサルウェポン何のウェポンなんだよお前のウェポンは顔が散らかってるぐらい、ウェポン取り込んす俺のウェポン出したのかウェポンっすね、ウェポンね、インスタはやった方がいいんちゃう、俺 YouTube ってやっぱ編集とかやっぱすごい大変だから、はい、あのノーカット動画でもいいと思うんだよね、はい、なんか結構まあこれみんなに YouTube 勧めてるわけじゃないんですけど、俺は一つ思うのはやっぱ自分たちでやって、あの社員も喜ぶ、はい、でちょっとした声かけられたとか、はい、友達にで最初恥ずかしいじゃんすごい、はい、みんなもめっちゃやがったやん、めっちゃやがったですね、マッチョか、はい、あいつなんかむっちゃやがったやん、もう嫌だって言ってました、いや嫌だって今なんか今なんか全然いいですよ、うん、います。で現場も結構今日どうって動画撮りに行っても大丈夫そう、はい、現場、まあうちあの自分たちのだって元気がうちでお客さんの許可出たところで撮っとるんで、はい、まあ、だからね、どうしても安全帯つけとるとかそういうところは撮れないんだ、どちらと、はい、まあ、逆にあれね、みんながちょっとふざけて SNS 出しとる、うちはそれやってないから、民間の下請けで入っとる時にはもう写真も絶対撮らんし、インスタも上げないしね、はいはい、インスタも上げないです、うん、まあ俺はこのインスタもやってやっぱ距離も縮まるし、近くにいてもなんか、あ、こんなやつが見てたんだって、俺知り合いからも連絡来たりとかもするんで、はい、インスタだとまた個人メールみたいなできるじゃん、あ、できます、 YouTube できるんだろ、 YouTube、まあ、メールアドレス入れてりゃいいんだけど、はい、まあ、YouTube もうち行ってメールアドレス入れといてね、まあ、そこにあの、はい、コラボの依頼とかもたまに来るんで、はい、ぜひまだ送ってくれて、あの1万以上はもう断っ、1万以下は断っとるよね、はい、あのコラボはね、あ、うん、俺はまあ YouTube、インスタってこうやって今やってちょっと遊びでやるんじゃなくて、はい、ビジネスとして捉えてやっていくっていうのは大事なことなのかなと思うけどね、はい、うん、実際それでお前も仕事来るわけじゃん、なんで仕事来るっすね、うん、なんで僕もまあ絶対的にやった方がいいのかな、で、まあ、インスタやるんだったらまあ絶対塗り替え道場っていうのをね、うん、まあ、ハッシュタグに入れてくれたら、うん、はい、あ、なるほどねお前プロっぽいこと言ってるのかちょっとで、あとはさ一つその、まあ、もう一個視聴者に、まあ、俺社長として言えることは、お前は29でしょ、はい、で本当にまあ本当にクズでしたよ、まあ、俺もそうだけど若い時はクズだけど、はい、俺も28区で会社やっていて、まあね、俺なんかまあ遅咲きだからどっちかというと、はい、まああれだけど、28区でね、こうやって部下10人、20人、まあ協力者でいうと30人ぐらい動く時もあるのかな、はい、でそれの責任者、今ね、さらに施工って言って塗装シーリングの責任者もまあやってみようかって、なかなかまだな、人間関係もできてないし、ちょっと俺も怒ることもあるんですけど、はい、ただまあ若い子たちもやっぱお前を見て憧れるわけじゃないと思うよね、こんなやつに憧れないと思うんだけど、はい、でもああこういうやつもおんだなって、まあもちろんなんかよくコメントで来るじゃん、俺らの方が早いとか遅いとか、はいはい、まあ、それは分かる、その別にうちも全員がバリバリで10年選手で5年選手でやってるわけじゃない、はい、1ヶ月2ヶ月のやつもおれば、ね、何年5年6年って方たちも所詮まだ5、6年なの、まあ5、6年ですね、うん、でまだ24、5年の子たちがやっぱあんだけ頑張ってるわけじゃないですか、だから、はい、これ SNS でまたね、みんなも頑張ろうという気分になるから、はい、ぜひやりゃいいし、まあ、こういうチャンス、はい、自分がそういうところで働けるチャンス、まあ、そのちっちゃいところだから悪いってないよ、うちも2、3人の時があって、はい、それについてきてくれた子たちがいて、でそれがまた5人、10人になって、20人になっ て、ね、だんだんこいつらが入ってきてって、まあ、組織としてなってったから、はい、だからそれ悪いとかいいとかじゃなくて、チャンスはどこにでもあるし、はい、みんなもそうですね。うん、でこれ行ったら結構求人も来てくれてるな、
求人も来ますね。あ、ちょっと俺1個だけ CM させて。はい、あのうちって求人がめっちゃ来るやん。はい、来ます。で、全国から働きたいって来るんで、まあそれを、まあほとんどっていうかもう 99% ぐらい断らせてもらっとるんですけど、はい、まあこれはいい機会だなって求人サイトを作ったんですよ。はい、で今求人がもうあのオープンしてるんで、皆さんがもうこれ見てる時には。で、もちろん職人さん無料。で、まあ職人さんの求職者の方だよね。みんながその、まあどこかで働いてるあれっていうのは、まず登録してもらったらその名前絶対わかんない。自分の親方とかに見られないようにニックネームで出るんで、はい、そうすると、まあ、まず1000人ぐらいをまず目標にして、求職者が1000人増えた段階で企業さん、はい、でその企業っていうのはもう個人事業主とかみんなは 2,3 人でやっとる子たちとか、はい、5人でやっとる子、10人でやっとる子たちが、まあ、企業さんもなかなか求人出すのってもう何十万もかかるから、はい、でそれを無料でできるように、はい、でまあ、ゆくゆくはちょっとお金取ろうと思ってるんだけど、サービスをやって、はい、でそこに動画も貼っつけれるし、写真も貼っつけれるし、はい、で会社の情報も分かる、会社の社長ものコメントも入れるとかで、はい、結局うちって何で来るのって、うちの会社がさ、どういうやつがおって、社長どんなやつで、はい、でどういう雰囲気で、給料どんな感じかって YouTube 見たら分かるわけじゃん。まあ分かりますね。安心してきたわけでしょ、はい、でもうちよりいいとこってもっと全国に絶対あるわけじゃん、はい、でそういうところでやっぱ自分の近所のところに案外こんないいとこがあったんだっていうのが分かるような何千社、はい、何万社って会社が登録してくれたら、はい、ね、でまた求職者も10万人20万人ってなって、はい、あ、この近くにこんな面白そうな親方おるやんみたいなのが分かるよう なんかサイトにしたいなと思ってるんで、ぜひそっち登録者まで、はい、まあ、ずっと無料です。でもちろんその、まあ、個人情報の管理はこっちでやるもんで、はい、まあ、それが流出するようなことはしちゃいかんだけど、あの自分たちの名前がその誰かね、はい、あの会社が求人例えば出して自分の親方がまた出した時に見えんようには、はい、あ、作っていったらと、例えばお前が載せても俺は絶対分からんわけよ、はい、お前でもあだ名でミッチーとかやったらもう一発で言われるね。ミッチーってあだ名使わねえよ。こいつも疑っちゃうから、お前最近食探してるって俺聞いちゃうかもしれない。お前なんか最近食探してるちょっと怒りすぎたかな俺とか言って、給料いくら以上でとか言って、そうで、まあまあ、まだ特別な機能でどんどん作ってないんですけど、みんながぜひ登録してくれたらさ、で利益が回ったらどんどんそのいいね機能をつけたりとか、はい、自分から企業からアプローチしてくれるとか、はい、いろんな機能をどんどんつけてめっちゃ盛り上げていきたいなと思ってますので、はい、あのぜひ登録、ね、協力してください。でみんなが1000社2000社って集まったら、あの企業さん、あの募集していこうと思ってますので、はい、ぜひ登録お願いします。ぜひお願いします、うん、ごめんごめん宣伝終わった。じゃあその、はい、君の時間話の続きしよう。あ、次僕の番宣でいいですか。番宣の番宣で僕の番宣でいいですか。インスタの番宣です。まあ、ぜひまたこちらも登録お願いします。はい、はい、お願いします。またねまたね。